ップさんからですね。ステージイベントの撮影で一番困るのが客席でずっと話を続けてる人たちなんですよと、うん、イベントで興奮してるのかよくわからないんですけど、ステージとは全然関係ない話を永遠と大声でしてる人がいるんですよと動画を撮影してる私にはね、話しかけてくる人もいるんですよ。その声が全部動画に録音されてしまうんですよ。YouTube にアップできない内容があるんですよ。あ、なるほど。ここで伝えたい、演者さんに失礼なので少し静かにしていただけませんかという。あ、でもこういうの分かる。なんで分かるんですか。いや、なんか自分も動画撮ってる時とかにさ、うん、他の声入っちゃったら嫌だなっていう時あるもん。そうですよね。だって前公演で YouTube 撮影とかしてたのよ、うん、あのネタの動画、はいはいはい、そういう時に限ってさ、野球キャッチボール始める人とか言って、うん、全然悪くはないんよよ、うん、でも、えーとか、あーちょっととかすげえ会話しながらキャッチボールしてて、うん、こネタ撮ってその声入っちゃうなとか思いながら、まあこっちもね悪いんだけど、公園だからね、みんなの公園だから、あーもうちょっと静かにやってとか、あの思う時もあるし、あんなに広い公園なんだから朝移動してくださいよ。移動するんだけど移動先にまた音があるのよ。あ、そういうことね。どこ行ってもね。そうそうそう。